はい、皆さんこんにちは、クーガです。今回なんですけれども、背景のこの青ですね、空の色を意識した風景ポートレート写真の、レタッチをしていこうかなと思います。はい、今回レタッチ内容としましては、この空の青さですね、これをまあ自分好みにしていく、基本的に結構、空の青の色っていうのは、人それぞれ好みが分かれると思うので、それは人それぞれ、動かすツールがありますので、この辺でね HSL とかキャリブレーションで、自分で作っていくという感じにしていくのと、あとは、風景ポートレートって言ったらやっぱり背景とか、この映る背景とか風景の場所をパキッとさせたりとか、あとはなんていう、コントラストをうまく作っていってメリハリをつけることが大事だと思いますよね。あとはその被写体さんが、風景に遅れを取らないようにしっかりちゃんと際立たせてあげられるかどうかっていうのを、レタッチうまくできるかの、一つの基準になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。トーンカーブなんですけれども、今回はあまり曲げないつもりでいきます。20-30ぐらいですね。幅としては目安これぐらいかなと思います。はい、で早速、レッド、グリーン、ブルーからやっていくんですけれども、ちょっとね、露光量赤いんで全体的に下側で持っていくか、もしくはこの露光量少し下げてからやった方がやりやすいかもしれないですね。手っ取り早くこの空の色を変える方法っていうのは、こちらトーンカーブでもあるんですけれども、それはね、また今度、次の機会に、解説していこうかなと思います。はい、で写真見て感じなんですけれども、少しブルーとレッド側の色強いかな。コンクリートの色とかすごい日中は、マゼンタ側に若干色が寄っていることがあるかなと思います。こちらヒストグラム見ても分かると思うんですけれども、中間のあたりこの辺すごいレッドが乗っているの分かるんじゃないでしょうかね。であとは一番明るいハイライトの場所とかはこの、ブルーの場所で、シャドウは、どちらかといえばシャドウもレッド側ですね、見えてる。レッド側に、シャドウ、ブルー側は隠れちゃってるって感じですね。はい、じゃあ早速レタッチしていこうかなと思います。レッドなんですけれども、今回は、点を2つぐらいしか取らないつもりなんで、調整する時も、少し、レッドを抑えるっていう意味で、シャドウもハイライトも少し点を下げておこうかなと思います。大体同じぐらいのこの位置、大体2点取っていいかな。あとで真ん中の点とか足すかもしれないんですけれども、で今回ブルー側と、今はねレッド下げたんでグリーンとブルー出てきたんですけど、少しイエロー側に色寄せて太陽の光当たってるっぽくしたいんで、それも意識していきたいですね。でこれグリーン下げすぎるとまだレッド出てきちゃうんで、グリーンはあまり下げないように気をつけないとダメですね。多少グリーンが乗っててもいいんじゃないですか。はい、で、ブルー、こちらなんですけれども、ちょっとねハイライト側を、暖色、イエローが乗せていきたい。もちろんホワイトバランスとかでもいいんですけれども、今回はトーンカーブで一番上からこう落としていきます。はい、こんな感じで、でこれで一気にハイライト側に、暖色乗ったんじゃないですかね。はい、で、ここの辺の色ちょっと汚いですよね。イエローが乗りすぎてるんで真ん中少し上げてあげましょう。でシャドウ側、ここすごい持ち上がって、ブルーが持ち上がりすぎてるので、ここは少しブルーを抑えてあげましょう。したらグリーンが出てくるんじゃないかな、若干。こんな感じですね。はい、でハイライトここ動かしてもいいんですけれども、いい感じにグラデーションかかってるんで、もしくは一番上をほんの少し下げるぐらいにして、ここを少しへこませるとかでもいいんじゃない。こんな感じでいきますかね。はい、これで少しこの空のこの空が黄色くなった、太陽の光が当たったって感じですね。はい、これはね今後、またレタッチしやすくなっていく鍵になっていくので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ早速、そのままレタッチやっていきましょう。 RGB カーブですね。はい、こちらは、光の三原色、レッド、グリーン、ブルー合わせたやつの、グレーの、状態、全部合わさってる状態ですね。こちらのブラックのカーブを、作っていくって感じですね。はい、色見た感じ分かると思うんですけれども、少しだけシャドウが、レッドから、グリーンになってるんじゃないか、これぐらいは、分かると思うんですけれども、こちらでコントラストを作っていければ、問題ないですよね。はい、でそうですね、メリハリ大事なんで、やっぱりコントラストしっかり取っていきたいので、シャドウはこうマットにせず、しっかり落として、でハイライト、これは少し落としてもいいんですけど、今回白飛びしてる部分とかもないので、一番明るいところまで持ってってていいんじゃないですかね。であとはコントラストを取っていく、S 字でいいんじゃないですかね。普通にこの辺の暗さを下げたい時とかは、ここでもいいんですけど、ポイントカーブのシャドウとか下げるとすごいパキッとしたイメージになりますね。はい、
で、ここのシャドウを避けるときっていうのは、ここのコントラストを少し、マイナスにしておいてとか、黒レベル上げておいてとかでも、また違った雰囲気のシャドウの下がり方になるんじゃないかなって思います。はい、あとはあのカラーグレーディングの方のこちらのシャドウですね。これを落とせば、まあ問題ないじゃないですかね。パキッとさせたいのだったら。まあ、自分結構このシャドウを上げて、この中間調の方を下げるっていう方もやるんですけど、まあこれ上げすぎですね。まあここ下げても結構ディテールしっかり出てくるんで、使えるツールの一つじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、こことかね、そことかが多くなってきたんですけど、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベル。今回は風景ポートレートということで、まあディテールを際立たせる意味でも、ハイライトをがっつり落として、シャドウもね、しっかり、上げていきたいかなと思います。はい、パキッと、まあ、全体的に見せていくって感じですね。1層も、100ぐらいで撮ってるんで、そんなにあれですね。まあまあノイズは出にくいっていう感じですよね。はい、で、ヒストグラム見て、F1.4 で撮ってますね、20mm。まあ、被写界深度とか、わかんないかな、被写界深度。被写界深度についてちょっとわからないことはあるかもしれないので、今度、被写界深度に関しての、そうですね、動画出そうかなと思います。今回 F1.4 で撮ってるんですけれども、この辺とこの辺は結構、全体的に、ピントが合ってます。はい、なので、結構シャドウ上げても、シャドウ上げて、まあ、黒レベルとかでコントラスト作っていくんですけど、こんな感じにしても、まあ、ピントが合ってるので、ボケ感っていうのはそんなに出てなくて、違和感がないかなとは思います。はい。ちょっと75やりすぎですね。60ぐらいにしますか。60ぐらいで、白レベルは少し、いや、あんまり下げたくないな。ちょっと上げようかな。なんなら。15。コントラストは、まあ、30。マイナス30。結構がっつり下げてるかなと思います。黒つぶれしないギリギリのラインですね。若干してるんですけど、まあ誤差でしょう。この辺とか一番暗い場所かなと思います。はい。で、この状態で今から色味一回いじっていきますね。サイドなんですけれども、まあ今やらなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、自然なサイドと、この普通のサイドの違い、は、この前説明したんですけれども、自然なサイドっていうのはもともと色がある際とかにすごい色がつく、このグリーンとかイエローとかブルーとかもともと色が強いところにつきやすい。いや、この写真じゃちょっと解説しづらいですね。全体的にあんまり色乗ってないんで分かりづらいかもしれないですね。分かりづらいですね。サイドをこちらの方が全体的に上げるイメージなんですけど、今回無視で一回いきます。はい、色相なんですけれども、まあ、今回レッドはそんなに乗ってないですね。顔のところぐらいですね。まあ、全体的にオレンジの色を捨ててっても大丈夫なんじゃないかなと思います。15で。イエローですね、問題は。オレンジは少しだけ、イエロー側に、プラス5ぐらいですね。こうすることでレッドとオレンジの色、まあ、例えば唇と肌の色がくっつかないと思います。はい、イエローなんですけれども、今回グリーンと被ってるのと、この壁の色とかコンクリートの色と少し被ってるんですよね。うん、どっちがいいですかね。ちょっと分かんないな。難しいな。まあ、どうせイエローの色をこういう風にこう、ここに、なんていう、レンジブロックじゃないけど、なんか、これを、まあ、オレンジ側にこういう風にしたいのであれば、あとでここの、セリブレーションをこう動かしてあげればいいと思うんで、まあ、動かさなくていいでしょうってことで、まあ、どちらかといえば右側に動かそうかな。20、15ぐらいですかね。でグリーンもこの辺の色ですね。まあこれもイエロー側から色近づけられてるんで、少しだけ、まあ、イエローから色遠ざけるって意味でマイナス40。で、このマイナス40、どんどんアクア側に持っていくと、結構違和感出てくるので、サイドはしっかり後でマイナスするつもりでいきます。はい。で、ブルーとアクアですね。これ空の色なんですけれども、ブルーのかかり具合、アクアのかかり具合がちょっとバランスが読めない、あまり。この背景のちょっと緑っぽいとこぐらいですかね。まあ、ブルーに寄せて、まあ、色を結構くっつけてから動かすっていうのが自分が多いやり方ですね。まあ、色どうしようかな。結構あのソニーで撮った色っていうのは、まあ、紫がかった青になりやすいんですよね。ほら、これ。こういう青。こういう青なんですよね。なんで、まあ、結構ソニー使う人はこのブルーを左に持っていく人多いんじゃないですかね。キャノンとかだったらそこまでそれ気にならないと思うんですけれども。はい。今回デフォルトの状態にしておいて、後でキャリブレーションを少しアクア側に近づける、ブルー側ね、アクア側に近づけるような動きをしていきたいかなと思います。はい、パープル。これちょっと壁のところに色が出てますね。これブルー側に寄せた方がいいかな。他に色がなんか影響ある場所がなかったらいいんですけど。なんかサイドというか。うん、ブルー側で良さそうですね。マゼンタ。これはちょっとわかんない。うん、わかんないんで動かさないです。サイド後でマイナスすればいいかな。はい、レッ
との、サイド、まあ、この辺マイナスでいきますか。マイナス、オレンジはマイナスしなくていいかな。いや少しマイナスしようか。レッドはちょっとマイナス多めで、イエロー、まあ、イエローはマイナスしなくていいですね。グリーンがっつり50ぐらい、もっとやってもいいかな。もっとやってもそうですね、70近くまで、70、これぐらいがいいかな。結構落ち着いた色味にしますね。70ぐらい、まあ、空の色はまあ輝度と要相談って感じですよね。ちょっとマイナスにして後で輝度落としますか。少しマイナスにして輝度落としても大丈夫なぐらいに。もうちょっとサイズ高くてもいいのかな。まあ、キャリブレーション調節すぎるんで、まあ、まだまだいいかな。空の青、まあ大体ちょっとシネマティックな感じになるけど、これだと40ぐらいかな。先に輝度ブルーだけやっていきます。ブルーとアクア、この雲の周りはアクアが強いですね。しっかり下げていいですね。40、45で、パープルのマゼンタ、パープルはこれ下げても上げても、まあ、下げた方がいいですね。この壁ぐらいしかないんで、どっちも下げましょう。で、レッドの輝度、まあ、レッドの輝度を上げても下げても変わんないんですけど、まあ、一応肌に若干かかってるかもしれないということで上げておく。で、肌の明るさ少し上げていきたいので、でもプラス20ぐらい、まあ結構上げても違和感ないですね。まあ、近い色上げておいてもいいんじゃないかな。今少し上げておきます。もう少し上げておこう。少しだけ上げておこう。はい、こんな感じで。で、今 1SL の調整が行われる前、行われた後って感じです。まあ、ソニーのちょっと色味を直したって感じ。あと、輝度をブルー側低くしてるのは印象的じゃないかな。はい。で、今からちょっとキャリブレーションの方をやっていこうかなと思います。はい。こちらで色味作っていくんですけれども、まあ、全体的に色かぶりはないですね。まあ、ちょっとトーンカーブをグリーン側に寄せてます。それぐらい。うん。結構ね、この右側に寄せる色かぶり補正、シャドウの色かぶり、右側に寄せるの好きなんですけど。うん、まあ、今回はなしでいきますか。はい。最近動かしてないかな。で、空の色をちょっと今からいじっていくんですけれども、これですね、この黄色をもうちょっとオレンジ側に寄せたいんですよね。10ぐらいかな。40ぐらいですね。肌の色がちょっとピンク側に寄っちゃったんで、30ぐらいで。安牌ですよね、これぐらいの数字っていうのは。はい、で、サイドを動かしていきたいんですけれども、まあ一番カチッとくるやつにすればいいかな。このキャリブレーションの説明とかも今度教材作るんですけど、それにもめちゃくちゃ盛り込もうと思ってるんで、今準備中ですね。まあ、こんな感じで。まあ結構あれですね、トーンカーブ曲げてない分、色味的にはつまらないかもしれないんですけど、まあ違和感のない、差し障りのないって感じですかね。で、シャドウとかの色味決めていこうかな。カラーグレーディングで。バランスはまあ00でスタートしますか。シャドウの色味、やっぱりこうブルー側がまあ自分がよくやる色味ですよね。で、今回はグリーンベース作ってるんで、全体的にグリーンでいこうかなと思うんですけど、シャドウ側をグリーンに寄せて、10ぐらいでいいですね、1回。で、ハイライト側、これもグリーン側に寄せたいんですけど、イエローのグリーン側ですね。80とかにしますか。で、ブレンド50になってるんで、1回マックスまで上げようかな。あと、これだと、結構ね、シャドウ側の色強くなってるんで、バランスでハイライト側に向けてあげましょう。それでも強いですね。それでもシャドウちょっと強いんで、5とかにしますか。ハイライトの色がちょっといまいちなのかな。レッド側に寄せた方がいいですね。まあ、50あたり。30ぐらいかな。35ぐらい。34、40。こんな感じでしょう。結構変わりますよ、これ。使うか使わないかで。わかるかな？画面の誤差でちょっと
まりわかんないかもしれないですけど、車道側に結構グリーン乗りましたね。はい、で、軌道ちょっと動かしていこうかなと思うんですけど、中間の軌道を少し上げるか下げるか、上げた方がいいかな今回。上げて車道側をがっつり落としましょう。黒つぶれしない程度に、ここか見ながら、まあ、見たところでなんですけどね、写真の印象イメージが悪くなければいいんですけど、マイナス30ぐらいで、ライトこれ上げると結構明るくなるんですけど、下げた方が明るさ統一できますね。あとは全体の露光量上げるとか、まあこれも手じゃないかなと思うんですけど、これちょい上げとかにしますか。ちょい上げ10ぐらいですね。はい、カラーグレーディングなし状態、あり状態ですね。まあ、かなり車道側とハイライト側に色を乗せているイメージですね。仕上げって感じですよね。はい、で、空の色なんですけれども、まあこれでも全然いいかなと思いますけど、もうちょっとなんか、まあ、夏っぽさ出すんだったら、これアクアガニを持っててもいいかなと思うんです。マイナス5ぐらいですかね。はい、で今ちょっと違和感があるのが、空の色、空暗くなってるのにこっちの方が明るいっていうのはちょっとおかしいですよね。空の方が普通明るいですよね。なんでこれをちょっと暗くしていく。露光量でもいいんですけど、黒レベルで下げた方がいいかな、シャドウかかってる場合とか。まあ、露光量下げますか。露光量をマイナス 2.0、 がっつり 3.0 とかをかけていく。だんだんかけていく感じで。で、黒つぶれ、これ結構、なんて言うんだろう。黒レベルでもいいんですけど、露光量下げておいて、黒レベルも下げるんですけど、これだと結構あの黒いところ潰れちゃうんですよね、こんな感じで。まあ、もうちょい攻めますか。もうちょい攻めますか、10くらいまで。大体25。で、これで軌道マスク指定して、これ一番暗いところだけ省いちゃえばそんなに違和感なくなると思うんですよ。これが今一番全部かかってるんですけど、一番暗いところだけ省いちゃえば全体的には暗くなるけど、まあ、違和感はないですよね。はい、こんな感じで。で、今からディテールとかすごい、作り込んでいこうかなと思うんですけど、まず今回の目標としてはパキッとさせたいので、シャープをがっつり上げていこうかなと思います。シャープ、まあ、全体的にどこまで当たってるのかなって言ってかけた時にこの辺がすごい意識されてますよね。50ぐらいまで結構がっつり上げて、半径を小さくすることで結構細かい当て方になりますね。でさらに顔の方にピント合ってないんですけど、まあ、これ後で調整しましょうか。25で粒子1ですね。これサイズですね。サイズ1にすることでシャープと同じような効果が、まあ、得られるって感じですね。ダブルで、まあ、ただ柔らかみは出るんで、その分出てるんで、意外と粒子の方がシャープで上げるよりか出ますね。はい、であとはちょっと暗くなってきました、ね。まあ、これも後で調整するんですけど、ディテールを今から作り込んでいくんですけど、そうですね、シャープとシャープに30ぐらいかな、明瞭度を1回上げます。1回上げるんですよね。明瞭度はまだいいか。明瞭度はよくて、シャープを被写体さんと、あとピントが合ってる場所ですね。さっきシャープかけた時に、すごいシャープが動いた場所。まあ、この辺ですよね、特に。この辺にシャープをかけてあげて、で次、複製ですね、これ。複製して、次は、明瞭度とテクスチャ20ずつぐらい上げますか。でこれで今人にかかっちゃってるんですけど、これを消去で人にかかってるところだけマイナスにしていく。そうすれば人にかかってるところはちょっと消えますよね。はい、こんな感じで。なんで今明瞭度テクスチャのところは人はかかってないって感じかな、イメージとしては。はい、で今ちょっと書き方が雑なんで、もうちょっとかけて露光量下げております。こうなんていう、建物の際のところはあんまかけない方がいいんですよ。ノイズが出るんで、シャープでやると。本当はね。いいかな。で、露光量下げて終わりか。はい。で、今この状態で明瞭度が周り上がってる状態ですね。で、今20、20上げたんですけれども、全体的には少し緩くしようかなと思います。10、10ぐらい、マイナス。で、これで柔らかくなってるけど、被写体さんの周りぐらいはテクスチャとか明瞭度が少しずつ上がってる状態になってるかなと思います。はい。
でこの状態でもいいんですけど、少しね被写体さんのところを明るくしたい、この辺もう少し明るくしたいんで、遠景フィルター久しぶりに使っていこうかなと思います。遠景フィルター今バッて、やったんですけど、この前もかかってる場所が多分外側じゃないかな、外側なんで、これを反転させようかなと思います。反転させて、まあ、こんな感じですね。被写体さん中心にかかってると思います。でここに、まあ、明るさを足していく、若干ですね。ただこれも明るさ足していくと、あの明るいところを少し明るくしてあげるだけでいいんですよね。なんか暗いところを上げちゃうとシャドウ持ち上がりすぎちゃうんで、まあ、ハイライトでもいいんですけど、白レベルかハイライトどちらでもいいんですけど、白レベルがいいですね。白レベルと露光量を少し上げて、ほんの少しですね、露光量上げなくていいや、白レベルだけでいいや。白レベル上げて輝度マスクですね。でこれも同じなんですけど、暗いところを少しかけないであげる、明るいところをさらに明るくするって感じですね。こっからこんな感じ、この違いわかるかな、こっからこう明るいところが赤くなってますよね、はい、であとはここ調節したりしてもいいんですけど、まあ露光量とかこの辺いじっていいかな。で一番明るすぎるところは逆に明るすぎちゃダメなんで、ちょっと削る、これ上がりすぎるんですよ、これ上げると。なんで一番明るいところはちょっと削ってもいい。だからこの真ん中の少し明るい場所ぐらいを今明るくしてあげてる状態ですね。これで被写体さんはしっかり目立つんじゃないかなと思います。黒レベルとかも少し上げると柔らかくなりますよね。でこういうふうに上げていくと、全体から見て違和感なく、上げられるんじゃないですかね、露光量を。はい、で基本音声少し、やってで、全体的にディテールとか、まあコントラストを揃えながら揃えたら終わりですね。まあそこまで明るくできない理由として、今回はまあ、反逆光なんですよね。反逆光なんで、被写体さんの顔に光が当たってると、まあどうしても背景と比べて顔が明るくなりやすいんですよね。まあそこがネックなのにじゃないかなと思うけど、でも今回はまあいい感じに、まあね、写真に色味をつけて、ディテールと、コントラストの差異を、埋めてるんじゃないかなと思います。まあ、あと最後にやってなかったんですけれども、これアドビーなんだよ、シグマの 20mm、 これかなり歪むんでこれしっかりつけとかないとダメですね。周辺光量補正も少しだけ15ぐらいですかね、このレンズは。はい、できました。はい、こんな感じで、まあ、いつも通りのレタッチなんですけれども、今回はねブラシとか、久しぶりにこれ遠景フィルター使ったのマジ久しぶりですね、うん、いつぶりかわかんないんですけど、結構使ってなかったんですけど、まあまあこの遠景フィルターとかもこう機能マスクを合わせることによって違和感なく被写体サウンドとかを、明るいところ暗いところを分けて持ち上げることができるので、ぜひね、こちらも気になった方とかは練習してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、高評価としていただけると嬉しいです。先日、モバイルプリセットの方発売いたしまして、思った以上にですね、好評なんですけれども、4月、10日までセールやってますので、もしお買い求めの方は、そちら、10日までに購入された方が、まあ、少しね、5% ほどお安く、購入されることができるのと、あとクーポンコードがね、今下の概要欄の方に貼ってありますので、そちら使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、次回の動画は明日明後日になるかなと思います。ありがとうございました。